場してもらいまして、サクサクやっていきましょう。 ESC を試す。ラジコンを始めてからずっと疑問に思ってたんですけど、 ESC の違いで速度の差が出るのか。実際にですね、サーキットとか走らせてる方だとタイムでその差が出ると思うんですけど、普通に楽しく遊んでると速度差ってなかなかわかんないですよね。で、タミヤの TEU105BK から違うメーカーの ESC に変えた時は、うわ、これは速いなって思ったんですけど、ある程度の ESC になってくると速度の差ってあんまりわからなくて、なんとなくパンチ力があるなとか、ちょっと速くなったかなってくらいの感覚だったんですよね。なので今回はですね、その疑問を晴らすためにこちらのスピードチェッカーを使って ESC の比較をしていこうと思います。ではまた行かない。ということでですね、今回比較する ESC なんですが、我が家のサイトの中から厳選いたしまして、はい、ドーン。こちらの4選手に登場していただきます。まず一番最初に登場するのが、エントリーユーザー向け代表選手、タミヤ TEU105BK 選手、部長です。皆さん盛大な拍手でお迎えください。続きまして、昨今の RC 業界の頼れるメーカー、困った時はこのを選んどけばとりあえず大丈夫、G-Force スポーツブラシとパワーベック選手、入場です。頑張ります。続きまして、各メーカーから OEM で引っ張りだこ、高いコストパフォーマンスで皆様から愛されるホビーウィングクイックラン1060選手、 Thank you Thank you。 そして最後に登場するのは、モーターターン数無制限、幅広いセッティングも可能、レースシーンで磨き抜かれた実力 ISC KO プロポ VFS-FR2 プロ選手、ブラックに輝くヒートシェイクが今日もクールです。これ一人でやってる時の姿想像してみてもらってもいいですか？ということで今回はですね、何もセッティングなどしてない状態のこの4選手に競い合っていただこうと思います。ではいく。で、今回の比較に使う車両も毎度おなじみのテストマシン TT-01 タイプ E シャーシー、フルベアリング化しただけのほぼノーマルのマシンで、モーターのキット付属の540モーターです。で、テストときましたらバッテリーの方こちらでやっていこうと思います。せーの、でん、青色のやつ、タミヤカスタムパックリッカードバッテリー 1300mAh、 こちらをですね 1300mAh ぴったりまで充電してやっていこうと思います。はい、ということで一番最初はこちら、タミヤの TEU105BK でやっていこうと思います。で、この ESC ですね、記載がなくて抵抗とかはちょっとわからなかったんですけど、連続最大電流が 60A で、対応モーターは25ターン以上のブラシモーター専用 ESC です。ハイスペックドライブセットとか XB シリーズによく搭載されているタミヤの中でもエントリーユーザー向けのモデルですね。それではこちらでやっていきましょう。はい、ということでですね、まずは TEU105BK でやってみたんですけど、以前にベアリングの比較テストをした時と同じスピードでしたね。ただですね、その時使った ESC がタミヤの TRE01 っていう受信機一体型のモデルだったので、この2つの ESC がほぼ同じ、ほぼ同等のものっていうのも分かりましたね。ということで次行ってみましょう。それでは次にこちら、 G-Force のスポーツブラシドパワーベック行ってみようと思います。連続最大電流は 60A で、瞬間最大電流は 200A となっております。で、私が ESC を選ぶときに結構気にするのが抵抗値なんですけど、こちらは 0.0018 オームですね。この抵抗値が低い方が速い気がしますよね。で、対応モーターは15ターンまでの、こちらもブラシモーター専用 ESC になってます。それでは行ってみましょう。1キロ速いということで23キロでしたね。で、音も結構違いましたよね。 ESC を変えるだけで速度が速くなるっていうのは分かってたんですが、結構変わりましたね。ということで次行ってみましょう。
続きましてこちらモビーウィングのクイックラン1060ですね。こちらは連続最大電流 60A で瞬間最大電流は 360A となってます。で、抵抗値は 0.001Ω で、対応モーターは12ターンまでのこちらも同じくブラッシュモーター専用 ESC ですね。で、こちらは対応できるバッテリーの電圧も高くて最大3セルリコまで使えるので最大 11.1V までいけるってことですよね。ただその場合のモーターターン数は18ターンまでになります。なので結構自由度が高い ESC ですよね。ということでいってみましょう。いやー出ましたね、24キロ。この ESC は結構速い感じするなって思ってたんですけど、いい音しながら23キロぐらいじゃないかなって思いながら言ったんですね。いやー各メーカーが OEM として選ぶのも納得ですね。すごい。ということで次行きましょうか。それでは最後にこちら KO プロコの VFS FR2 Pro、 こちらでやっていこうと思います。こちらは連続最大電流 300A で瞬間最大電流は 1200A という感じで対応できる電流量は多いですね。で、抵抗値は記載がなくてわからなかったんですけど、対応モーターは設定に対して推奨のターン数っていうのはありますが、基本的には無制限のブラッシュモーター専用 ESC になってます。で、この ESC の特徴としてはパソコンとつないで細かい設定ができるんですね。ざっくり言うとモーターを制御するパルスの周波数を変えることができるので、瞬発力重視にしたりコントロール重視にしたりですね、自分好みのフィーリングに設定できるハイテクなモデルになってます。ということで行ってみましょう。はい、ということですね、私の大本命 VFS FR2 Pro だったんですけど、トップスピードはクイックラン1060に及ばず23キロでしたね。ただですよ、この ESC ってセッティングも可能なので、サーキット走行とかだったらセッティングによってはタイムを詰めていけるんじゃないかなと思うんですね。例えば富士スピードウェイでストレートが一番速いマシンが一番ラップタイムが速いとは限らないじゃないですか。なので細かく煮詰めていた時にレースシーンで活躍を期待できる ESC なんじゃないかなと思いますね。ただですね、正直もうちょっとスピード出てくるかなと思ったんですけどね、もしかしたらセッティング次第で伸びてくれるんですかね。ちょっとこの辺は今後の課題ですね。はい、ということでですね、この4種類の比較してみたんですけど、今回はですね最高速と加速度がちょっと見れたかなっていう感じのテストでしかないので、実際にですねサーキットとかでタイムを求めた時にはパワーの出方とかフィーリングの好みっていうのも出てくるかと思います。なのでタイムを求めた時にはやっぱりですね、ご自身でいろんな ESC を試していただいてその中から選ぶっていうのがベストかとは思うんですが、これから初めて ESC を交換してみたいと思ってらっしゃる方々にはですね、 ESC を変えるだけで速度にも差が出るっていうのを見ていただけたんじゃないでしょうか。結構たくさん種類があって選ぶのが大変な RC メカの一つだとは思うんですが、今回の動画で少しでも参考になれば嬉しく思います。
ます。終わりー。ということで今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちゃいかでした。